これは YouTube 用なんですよ、うん、なんかこの間声が遠かったみたいな、ラーください、超率、超弦、超声、調整始まります。はい、10秒前、12月14日木曜日午後2時です。皆様こんにちは、虹色キッズスクールミュージックスクールのみゆき先生です。本日も30分間どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。虹色キッズエデュー、沖縄の子どもたちが幸せな未来を生きるために情報発信をする教育番組です。この番組では曲のリクエストやメッセージを募集しています。コメントはツイキャスというアプリで FM ギノワンを検索してチャットから送信、またはメールで797@fmginowan.com へお送りください。メールで送信するときにはタイトルに虹色キッズエデューと入れてくださいね。はい、FM ギノワンの YouTube と虹色キッズスクールの Instagram でもこの番組を配信しています。さあ、今日はゲストがいますよ。私の大好きなこの方、琉球交響楽団の指揮者でもありバイオリニストでもある高宮城哲夫さんです。コンサートのお話や教育に関すること、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。虹色キッズエデュー、今日はゲストをお招きしています。高宮城哲夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。てっちゃん先輩、めっちゃ久しぶり。本当、はい、ねえ、いつぐらいだろう。もうだいぶ、もう 7,8 年会ってないかも。 そんなになるかな。多分もうコロナになってからは会ってないけど、会ってないけど、うんうん、あの Facebook でいつもお元気そうなお姿を拝見していました。何もお変わりなく元気そうで嬉しいです。いやいやいや、もうヨボヨボです。いや、そんなことないね。変わってないよね。本当に変わってらっしゃる。私も10年ぶり10年ぶり、はい、教え子さんで、教え子で、はい、実はさあでは、はい、てっちゃん先輩、プロフィールを教えていただけますでしょうか。はい、長いよ。はい、あ、じゃあ手短めに。手短に、そうだな、琉球大学に入学したのが79年。79年、俺だけ電気工学科でした。あ、私2歳です。それを置いといて。それで、途中で転学科しまして、音楽科に移りました。はい、まあ、バイオリン、その前からバイオリン弾いてたんですけど、はいはい、それで音楽科移りまして、学校の先生をちょっとやろうかなと思ったけど、やっぱりやめたっていうことで、バイオリンを持って東京に行って、ちょっとレッスン受けながら、それから、まあ、芸大の別科ってところに入りまして、あ、東京芸大のレッスンを受け、はいはい、それからちょっとオーケストプロのオーケストラで、はい、まあ、2年ぐらいかな、あっちこっちでオーケストラで弾きました。でも帰ってくる、もちろん帰ってくる予定だったので帰ってきてバイオリン教室を開き、はい、でそれからいろいろとオーケ
ケストラとか、はい、あとアンサンブルオケナ、はい、アンサンブルオケナですね、はい、そちらに、はい、入ってそこでコンサートマスターとしてもやってました、はいはい、で、今は、まあ、琉球交響楽団の、まあ、団員代表、団員代表、バイオリストとしては、まあ、セカンドバイオリンの後ろで弾いてますけど、はい、まあ、時々ちょろっと指揮とか、はい、そういう感じで活動しております。なるほど、素晴らしい、はい。なんかこのバイオリニストになるってもう本当に幼い時から訓練めちゃくちゃ重ねて、うん、でやっとなんか大学に入ってみたいなイメージあるんですけど、普通ね、なんか異色ですよね。異色中の異色かもしれませんね、はい、しかも始めたのは19歳ですからね。すごい、だからそれがすごいですよね。耳がそこで育ってたっていうのが、小学校の頃からギターとかピアノとか弾いてましたん で、 でギターっていうのを左手使って右手で弾くでしょ、はい、まあ、ちょっと似てるじゃないですか、はいはい、だからその移行というのは結構すぐできたような気がします。ああ、もうでもそこでも絶対音感が育ってたってことですね。僕は大体音感です。そんなことないですだってもう編曲もバリバリするし、編曲は ね、なんかこうそれっぽいやつを高校時代からちょっとやってましたからね、はい、はい、いや私てっちゃん先輩の編曲でいっぱい歌わせてもらったので、うん、あ、そういえばそうでしたね、はい、昔々も18年、7年、8年、9年前ぐらい、ね、一緒になんかなんだろう、土佐回り的に、うん、あちこちで楽しくさせてもらってた、ね、はい、もう懐かしい思い出で、私は勝手に仲良しだと思ってるんですけど、仲良しです、あ、仲良しよかったじゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくです。はい、今日はコンサートの告知でお越しいただいてるんですけれども、はい、せっかくなのでてっちゃん先輩の教育に関する考え方とかも、うん、後ほど伺っていきたいなと思ってます、はい、で先にコンサートのお知らせをしたいと思うんですけれども、うん、今日は2つお知らせ持ってきてくださってて、1つは、沖縄市の第49回、2023年歳末助け合いチャリティーで、第49回ということでメサイア演奏会を、今週、あ、来る、日曜日、今週ではないですね、日曜日12月17日の日曜日の午後4時から沖縄市民会館大ホールの方で開催されるということで、これは指揮者として立たれるんですね、はい、素晴らしい。もう指揮者としてはこれ6回目になります。あ、大ベテラン。いや、そこまでが中ベテラン、いや中ベテラン、いや、ベテランです。まだまだ、はい、でソプラノが宮城美咲さんで、メゾソプラノが本間千秋さん、テノールが木名なごむさん、バリトンが具志志郎さんですね。本間千秋さんは私の虹色ミュージックスクールの講師になったんですよ。あ、本当、はい、今一緒に働かせていただいてます。すごいメッツァのいい声ですよね、うん、でメサイアのいろんな方が来られると思うんですけれども、まあ、子どもたち、この番組は子ども向け、はい、子どもをお持ちのママやパパ、おじいちゃんおばあちゃん向けに、番組してるんですけれども、この子どもたちが来た時に楽しめる見どころとか聞きどころなど教えてもらえたら嬉しいです。メサイア演奏会ですか。はい、まあメロディーとかそういうのは分かりやすい、うん、難しいクラシックのシンフォニーとかよりも分かりやすいかと思います、はいはい、曲がそれぞれ長くても5分とかなので、そうですね、短め、それがいくつか並んでるのだけなので、うん、だから分かりやすいかなとは思いますけど、はい、あとはね、このオーケストラとはいっても弦楽器と管楽器が少しなので、はいはい、まあ、トランペットが高く吹くところは、まあ、楽しいかなという感じはします、はい、あとはソリストが歌ってて、おー、びっくりみたいな、はいはいはい、そんな感じですかね、はい、私は個人的にメサイアの曲なんかとても好きで、うん、自分もソプラノ歌いたいと思って練習してたこともあるんですけれども、はい、ちょっとフレーズが長すぎて息が持たないところがたくさんありました。そうですね、うん、かなりフレーズが長いで、なんかあれですか、子供の演奏家たちも参加されるということ で、ですね、これはもう何年か前からずっと続いてるんですけど、はい、アンコールにハレルヤをやるっていうのが多いんですよ最近。あ、もう一度本編でやって、はい、でアンコールにハレルヤをもう一度やるんですけど、はい、その時にジュニアオーケストラ、はい、まあ、これまでずっと那覇ジュニアオーケストラだったんですけど、はい、が入って一緒に演奏するという、昨年は確かコーラスも、はい、ジュニアコーラスも入ったと思います、はい、
で今年は沖縄市ジュニアオーケストラも、うん、あのメンバー何人か抜粋で、あ、抜粋じゃないの、選抜メンバーが入ります。なるほど。楽器は何を担当するんですか？全部弦楽器だけですね。弦楽器全部です。バイオリンからピオラ、チェロ、コントラバスまで。おお、あ、子供でもコントラバスいるんですね。います。まあ、でも子供って言っても高校生ですけど。高校生、はい。今年は沖縄市からその全パートが参加します。なるほど、はい、この沖縄市の子供のジュニアオーケストラ、はい、もうてっちゃん先輩が指導されてるということ で、 そうですね、もう最初からずっと教えております。もうこの時期はじゃあ大忙しですね。メサイアのこのオーケストラの練習もあり、はい、いや、まあ、あの それぞれ別々に仕事、別々の仕事というか、ね、やってること一緒ですけど。あ、そうですね。いや、楽しそうですね、はい、これは、12月17日日曜日、沖縄市民会館の大ホールで、で前売り券が一般2000円、学生が1000円ということで、ぜひ皆さん行かれてください。よろしくお願いします、はい、でもう一つ、はい、なんと同日、はい、同時刻に、琉球交響楽団、はい、てっちゃん先輩が団員団長代表をしている、琉球交響楽団の定期演奏会ですか、沖縄国際音楽祭。これはですね、はい、毎年コロナ前まで毎年やってまして、はい、で去年できなかった、できた、ちゃんとしたのはできなかったですね、はい、今年久しぶりにやるんですけど、はい、ずっとやってました。大工、ソプラノをお呼びして、はい、それで、1楽章か4楽章も全部やるんですけど、はい、それやってたんですけど、今年はちょうど僕がメサイア振るその日にかぶせてきまして、これは意図的ですか？意図的ではないと思うんですけど、はい、ね、まさか同じ日、ね、しかも同じ時刻にスタートってなかなか聞かないけど、聞くこともできない、はい、そうなんですね。じゃあこの大工はですね、まあ、12月17日日曜日、開演が午後4時で、那覇アートの方で、はい、那覇文化芸術劇場那覇アートの方で前売り券3500円ということで、皆さんぜひ行かれてください。ソプラノがウクライナから、はい、歌姫ということで、この方は第1部と書いてあるんですけども、そう、今年は、ね、あの大工のソリストではなくて、はいはい、一部にあのソロのオーケストラ伴奏でのソリストとして、まあ、リサイタルみたいなものですね。あ、なるほど。 お歌いになります。アリアを歌うということですね。でも僕は出ないんですけど、はい、あの団員の中 の、 あのメールで回ってくる曲目の中に、はい、ウクライナの国歌があったりとか。あ、なるほど。やはり最近の、はい、社会情勢をちょっと反映してるかなみたいな感じはあります。なるほどですね。で、あの大工の方は第2部ということで、はい、ソプラノが知念律子さんで、アルトが金島玲子先生で、テノールが山内雅也さんで、バリトンが中本博隆さん、はい、ということで、もういつも一面って感じ。本当そうです。いつものメンバー一面っていう感じですけれども、はい、ぜひ皆様行かれてください。お願いします。はい、ではですね、ここでてっちゃん先輩からのリクエスト曲を皆様にお届けしたいと思います。この曲は私も大好き。昔実はね、あの一緒に歌いました。一緒に僕も歌ったんだっけ。歌いました。歌ったの。バイオリン弾きながら歌うんだけど。そうそうです。ちょっと歌いました。低すぎて僕にはね。そうですね、はい、最初の方がね、はい、レハール作曲オペレッタメリーウィドーからリッペンシュワイゲンで、ソプラノオルガペレチャペレチェペレすいませんオルガペレチャッコ、テノールプラシドドミンゴ、オーケストラがウィーン国立歌劇場管弦楽団でお届けします。はい、思いっきり噛みましたペレチャッコ。いや、ドミンゴがうまいっていうね。あ、そうですね、その後は弾いてから歌ったんですよ。これあのオペレットの中では男性はないんですよ。これ後でこの場面だけ作り直してやってるので、はい、実際にはソプラノが歌って最後に2人でちょこっと歌うわけです。久しぶりにドミンゴの歌声聞いたんです。
やっぱうまいね。うまい。ね、うまい。年取ってもこれ。ちょっとねおじいちゃんっぽい姿勢でしたけど、なんかソプラノとの相手っていうよりも、ソプラノの執事さんみたいな感じが見えますね。確かにそうなんですよ。もう完全にあのドミンゴが主役になってましたね。うん、そうね。でもこのソプラノもすごい、あの美しい、あの見た目も美しいですけど、声もフレージングも美しいですね。あと10分ぐらいしかない、ね、そうですね、この曲がだいたいあと2分ぐらいなので、はい、8分ぐらい、そうですね。何を聴くのかな。あでもこの子供を教育してで今やってよかったこととやらなくてよかったことを聞いて、急ぎ足で、子どもたちに伝えたい名言みたいなのあります？子どもたちにってわけじゃないんですけど、あじゃあ名言を伺います。ちょっと夢は時間あったら伺います。ちょっとコメントもツイキャスの方に来ているので、はい、ちょっとあの曲明け、はい、ちょっと紹介しながら、はい、新番組ですね。どんな番組でしょうかって言ってますね。トミング1日5時間4日連続でほとんど修行でした。そうなんですよ、クラシックは修行に近い。あもうここがかっこいい。ドミンゴってもう結構なお年でしょ、はい、その時の声よね。はい、そうですね、これ2年前ぐらいのすっげウィーンのパーティーなので、ここね主役になったところ。虹色キッズエデュー、今日はゲストの高宮城哲夫さんをお呼びしてます、はい、私はあの昔からちょっと生意気にてっちゃんてっちゃん先輩と呼んでいて、はい、年はかなり離れてるんですけど、そうですね。もう生意気娘だったので、もうそのまま引き継いでこんなあの指揮者、大指揮者、大先輩に向かっててっちゃんと呼んでいるという、まあ、仲良くしていただいてます。ではあのここから私自身がてっちゃん先輩に聞きたいことを聞いていこうかなと思ってます、はい、でこの番組は一応あの教育番組ということで、はい、あのゲストの皆様にも教育に関することとか子育てに関することを聞いていこうと思っているんですけれども、はい、まあ、てっちゃん先輩あの指導歴も20何年かもう長い、あもっとですかね、30年ぐらい、そうですね、私でも20何年なので、うん、30年ぐらい、生徒さんは指導してきてみて、やってよかったなって思う教育で、これはちょっとやらない方がよかったなみたいのがあったら伺いたいです、うん、まあ、やってよかったかなっていうのはそん、まあ、思いつかないんですけど、ただ自分の教育法が間違っててなかったかなって思うのは、はい、まあ、コンクールに入賞した人が何人かいたりとか、はい、まあ、うちのこれは息子なんですけど、はいはい、東京のオーケストラでバイオリンも弾いてまして、はいはい、コンマスの隣で座って弾いてたりするので、まあ、素晴らしい、まあ、まあ間違ってなかったんだろうなということですね、はい、で昔伺った時、うん、息子さんに一番最初にバイオリンを教えた時も開放弦だけで2年間でしょ、1年間開放弦だけで、普通ねあのそんなことしてたらこの子全然弾けないじゃん1年経ってもということで、普通みんな、はい、あの ここの教室ダメだと思われるわけですよ、はいはい、でも自分の息子ですから物は試し、その理想の理想の教育法で、教育法でやってみて、もう本当に開放弦だけ、はい、あとは指をちょっと置いて、はい、実際に一緒に弾くことはないんですけど、はい、動かす指体操って言ってましたけど、はいはいはい、それをずっとやって1年間コツコツと、ええ、そしたらやはりまあそれだけじゃないんですよもちろん、はいはい、あのうちで寝る前にその CD かけながら
弾かせるとか、はい、おもちゃのピアノ、はい、おもちゃのピアノですけど可愛性ですよちゃんとしたやつ本当に1万円したんですよ、トイピアノっていうらしいんですけど実際に演奏会で使われたりするんですけど、うんうん、そう今でも使ってる人がいますよね、それを弾かせてこうやってたら、はい、カラオケに合わせて自分で弾くんですけど適当に、はい、むちゃくちゃに、はい、だんだん音が合ってくるんですよ、すごい、だからそういうものとかこういろんな曲を聴かせたり、はい、あとはちっちゃい子小学生まではですね、はい、僕がコンサート今日のコンサートマスターやってたので、はいはい、目の前に座ってるんですよ、真ん前に、それでずっとこれを聴きながらそのやっぱり見るとか聞くとかすごい大事ですよね、でさっきあの開放弦っていう言葉が出たんですけど、はい、開放弦っていうのは、左手でバイオリンを持って何もこう抑えずにただこのネックっていうんですかあれ、そうそうそう、あの首みたいなところを持って弓だけでこう動かすっていうことですよね、はい、でこのひってなんていうんですかここ、この肘のここ肘なんですけどここを中心にこう動かす練習をひたすらやるっていうことですよね、はいはい、ちょっとあのラジオ でお伝えしにくいんですけど肘をあの中心にして、まあ、腕の曲げ伸ばしだ、そうですね、曲げ伸ばしでその弓を弦に当てて、うん、それだけでいい音を出していくっていう方法ですね、その練習を、はい、あのずっとしてたっていうことで、まあ、そこまで分離1年というわけではないんですけど、はい、今でもあの新しい生徒たちはそれをやってますね、あやっぱり基礎が大事ですね、最初にダウン、はい、アップ、ハイから、それから指の体操、はい、これ必ずやってます、はい、ダウンは、肘を曲げた状態から伸ばすで、アップは、ま伸ばした状態から曲げるってことですね、伸ばして曲げてみたいな感じでやってます、そう、なるほど、でじゃ あのやらない方が良かったなって思うことはありますか、教育っていうか、どうしてもやってしまうんですけど、はいはい、僕はあのサービス精神旺盛なので、はい、そうですねそれであのつい時間をオーバーしてしまったり、はい、あるいはあの料金もいいからということで別の時間でやってみたりとかしたんですけど、はい、あんまり身にならないというか、はい、逆に向こうがこんなんでいいんだみたいな気持ちになることが多くて、なるほど、だからそれはしない方がいいんだな、でも、ね、癖でねどうしてもやってしまうんですよ優しいからね、これはちょっと考えないといけないですね、はい、そろそろ年だしお家も建てたし、ああ、はい、はい、何ですか、じゃあこのサービスをして、うん、なんかこの何ですか、なーなーになっちゃうみたいな感じですか、そうそうそう、それはねやめた方がいいですよ、うん、レッスンはレッスンできちんと準備をしてきて、はい、その時間内で学べることを全部習得する、それからその時間内、それからこの金額を払っているというこの覚悟が、あ、これは子どもだけじゃなくて親もそうなんですけど、はいはい、ね、そうですね、覚悟、はい、はいはい、それではもう時間も少し あの、はい、あと3分ということで、てっちゃん先輩、うん、本当にあっという間で、あの実は私てっちゃん先輩となんか懐かしい思い出話もしたかったんですけど、はい、30分じゃ到底あの、ね、はい、時間足りないのでまた来てほしいんですけれども、初めて会ったの飲み屋でしたから、ね、あ、そうですそうですそうです、あの酔っ払った状態で出会ってコンテパルティールを歌って仲良くなったんですよね、そうでしたね、はいそのノリであのてっちゃんって呼んで、で、何でしたっけ、そこであのじゃあ一緒にコンサートやろうって決まって、そのまま電話番号交換してっていう、はい、付き合いです、はい、ちょっとそうなんです、はい、じゃちょっと時間もないんですけれども、はいはい、てっちゃん先輩があの子供たちとかに伝えたいなんか名言というか考え方とか格言みたいなあったら教えてほしいです、まあ、子供たちにっていう格言っていうわけじゃないんですけど、これは僕があの権限の教授先生をたまたまお家にお送りする機会があって、はい、その時に言われたこと、僕はあのちょっと 相手によってというかやっぱその状況によって演奏を変えるみたいなことを言ったんです先生に、はいはい、そしたらいつでも一生懸命弾いてください、音楽に捧げてくださいこの一言だけがもう絶対忘れられないです、なるほど、はい、ですから子どもたちもやっぱりそうあの適当にとかじゃなくて一生懸命やる、本当にその曲を弾きたい、これはでもね大人が一番多いんで子どもたちは、はい、案外全て一生懸命なのかもしれない、はい、だからそれはこちらは肝に銘じておこうかなと思ってます、はい、これは私にも打ち与えすることです、ねね、我々ね、どうしてもね、はい、真摯にやらないといけないですね、
はい、なんかコメントをいただいているようで、はい、はい、ですね、秀樹さんから、素晴らしいバイオリン、ありがとうございます、演奏も期待したいですということでね、あらまあ、次回それは別の人が、あ、別の人来ますよ。はい、山内さんからこんにちは、新番組ですねということで、はい、どんな番組でしょうという、新番組なんです、あの子どもの教育についていろいろ伝えたいという番組なんですが、時々こうやってゲスト様をお呼びしてあのおしゃべりも します、はい、ありがとうございます。で、パンダポンコツリサイクル中さんから、まあ、クリスマス靴下置いて寝ました、寒くなるとくるみ割り人形を聞いています。あ、なるほど、いい、ね、花のワルツで、ドミンゴ1日5時間、4日連続でヌーベルバークの指輪見ましたよ、ほとんど修行でしたということで、ニューベルン、ニューベルン、でもあの指輪ですから、うん、あれその中なんです、リングですね、はい、リング、はい、そうですね、あの曲はあの対策はもう本当修行に近い、ね、やる方も聞く方も覚悟がいるということで、はい、飲みや笑いだって、ね、笑いでね、初対面がまさかよく飲みに行きましたよね、本当楽しかった、また行きましょう、はい、あ、っていうよりここにもまた来ていただきたいです、はい、ぜひおしゃべりの会を作って、はい、はい、いつ来ます、いつかね、ちょっと10秒前に、はい、はい、今日もすごい楽しかったです、ありがとうございました。